ご視聴ありがとうございます。今回はこの角管金型を使用した新しい工法をご紹介します。その工法はパイプとフランジを固定するかしめ加工です。当社の製作する角管金型はプレス機を使用してパイプを広げる加工ができるだけではありません。今回紹介するような使い方も工程の改善などに貢献することができるため、ぜひ最後までご覧ください。このようなフランジとパイプを仮付けする際に苦労をした経験はありますか？差し込みの深さ、フランジと曲げパイプの向きなど要求された寸法を満たすためにジグを製作したり工夫をして仮付けを行っていると思います。この金型でパイプに角管加工をすることでフランジとパイプを簡単に圧着して固定することができます。それでは早速加工の様子をご覧ください。撮影用にフランジを模したワークとパイプにかしめ加工を行います。プレス機のセンサーにより素手で保持ができないため、おもちゃのアームで保持します。かしめ加工が完了しました。パイプが圧着されて簡単には動かなくなりました。当社の角管金型の特徴として寸法の調整機構がございます。調整機構を使用することでフランジとパイプの隙間または圧着具合を調整することができます。加工を見ていただいたので、次はフランジとパイプの位置決めについて詳しく説明します。金型の 3D モデルを用意しました。撮影用に製作したジグは2種類のフランジに対応しています。クランプはつけませんでした。量産金型として使用する場合はクランプを設けてフランジをジグに固定するように製作します。パイプを突き当てる面はエキスパンダーの段差を使用します。撮影の都合で製作しておりませんが、パイプの向きを決めるジグを金型前面に取り付けることで量産に対応することができます。このような形でパイプとフランジの位置決めを行い、量産性と再現性を実現しております。ここまで見ていただきましてありがとうございました。角管金型でパイプを圧着して固定する工法はいかがでしたか？この動画を見てファインテクニカチャンネルに興味を持ってくれた方は、ぜひ他の動画もご覧ください。